セミラーミデは、ロッシーニがボルテールの悲劇、セミラーミスをもとに、1823年に作曲したオペラセリアで、ロッシーニのイタリア時代最後の作品。同年2月3日、ベネツィアのフェニーチェ劇場で初演された。台本は、ガイターのロッシによる。同じく、セミラーミスを題材としたオペラには、ピエトロ・メタスタジオがリブレットを書いた、許されたセミラーミデがあり。 レオナルド・ヴィンチが1729年に作曲したものをはじめとして多数の作曲家が曲をつけている。ヘンデルが1733年の初演したものは大部分、ヴィンチの音楽により、ヨハン・アドルフ・ハッセ作曲の有名なメロディーをいくつか利用したパスティッチョに過ぎず、ヘンデルはレチタティーボに曲をつけたに過ぎない。こちらはエジプト王女セラスミスが弾奏し、 自分の息子のニーノの名でアッシリアの王位につくという設定である。ナポリ時代にオテロ、古城の美人、アルミーダ、マホメット二世などのオペラセリアを書き上げ、その後1822年に初めてウィーンを滞在した時にベートーベンの公共曲第三番、英雄を聴くなどし、ベートーベン本人にも面会した。その際ベートーベンから君はオペラブッファを書いた方がいいよ。 という忠告を受けたとされ、この忠告に発奮したためか、1823年のベネツィアでの初演のために書かれたセミラミーデには、ドイツ音楽の影響を受けて、重厚かつ色彩豊かな還元楽法が適用されている。そのためスタンダールは、ドイツ風の創造しい音楽といったとされる。作曲は1822年10月頃に着手し、1823年、 完成した。ナポリ時代のマホメット2世は、序曲を廃して、アリアよりも、アンサンブルや重唱を中心に、物語の進行に合わせて、劇的な音楽で、かつフレキシビリティな構成を究極までに突き進めたが、初演時に不評を買っていた。本作は、形式の上では、ナポリの聴衆よりも、保守的なベネツヤの聴衆の好みに合わせ、序曲を復活させて、 アリアや重傷を中心にバランスを取った形となっている。しかし実際は合唱を物語の進行上、民衆の声を表すコロスとして積極的かつ効果的に使い、物語の進行に合わせてナポリ時代に培った作曲技法をふんだんに盛り込んだ起伏に富んだ音楽となっている。そして有名な序曲もロッシーニとしては珍しく、 劇中の音楽をテーマに盛り込む形で、オペラ本体との一体感を保つものとなっている。序曲中の音楽に取り入れられているテーマは、以下の通りである。さらに付け加えるならば、ロッシーニのセミラーミデに対する力の入れようは、普通ならば1ヶ月前後で新曲を完成させる、ところを、初演の4ヶ月前の1822年10月。 上旬から作曲に取り掛かったことからも伺い知ることができる。保守的なベネツィアの聴衆の好みに合わせて、さらに母殺しの悲惨な結末を和らげるために、劇の最後を唐突に、新王誕生の祝典的な合唱で終わらせている点については、これを非難する論者も多い。しかし、他方で同時代に上演されたマダンロイテやフィデリオも、 最後では取ってつけたようなハッピーエンドで終わらせていることを考えると、この批判は時代背景を無視したものだという論者もいる。セミラーミでは歌唱技術の難しさから20世紀前半には上演されなかった。この作品の20世紀初演は1962年にスカラザで行われた。しかし、この時に使われたのは リピート部分などが削除された縮小版だったため、本格的な全曲演奏が行われたのは1990年12月、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場においてであった。二幕キューバからなる。舞台は古代アッシリア王国。第一話国王のニ位の王が何者かによって、毒殺され、王子ニーニャも行方不明となってから15年後。バール神の祭司長オロエは、 ついに神王を決定する時が来たといい神官たちに神殿を解放するよう命ずる。解放された神殿には神王決定に期待を寄せる群衆がなだれ込み、その後、超広国であるインドの王子イドレーノが現れ神王の誕生に期待を寄せる。他方後から入ってきたアッシリアの王子アススールは自分が王子ニーニャナキアとの神王に指名されることをほのめかすような発言をする。 それを聞いた、オローエは、アッスールに凄み、それに怯えた、アッスール、オローエ、イドレーノの三重将となる。その後に亡き二位の王の王妃で、女王セミラーミデが群衆の観光を浴びて入場する。そして、群衆たちから、新王決定を促されるが、セミラーミデは、異中の人間がいないことから躊躇する。仕方なくアッスールの言葉に促され、新王の名を言おうとした、瞬間。 突然雷が落ちて、明かりが消える。それを見ていた群衆は大騒ぎとなり、神殿から死産する。誰もいなくなった神殿に、スキタイ人の士官、アルサーチェが入る。アルサーチェはかつて蛮族からアゼーマビメを救出したことがあり、彼女と結ばれることを望んでいる。そこへ、ちょうど、オロエが現れ、アルサーチェの所有物からニーの王の宝剣という遺言書を出し、アルサーチェに、 二位の王の復讐をするように言う。それを聞いたアルサーチェは不審に思い、オロウェにその理由を聞こうとするが、アッスールが現れたために、オロウェはそのまま立ち去る。そして入れ替わりに入ってきた、アッスールとアルサーチェとの間でアゼーマビメをめぐって、口論となる。第二場舞台は変わって、空中庭園。セミラーミでは、アルサーチェの帰還を心待ちにしている。そこへ、 この衛兵の隊長、ミトラーネより、メンフィスからの信託が手渡される。それを読んでセミラーミでは、アルサーチェと結婚できると勘違いし、直後に姿を現したアルサーチェとのデュエットを繰り広げる。第3話そして2位の王の霊廟前の広間。新王誕生を心待ちにしている群衆の前で、セミラーミではとんでもないことを宣言する。それは、アルサーチェを、 セミラーアミデの夫とし、アゼーマビメをイドレーノの日にするというもの。それを聞いた、アススールは、自分の期待を裏切る内容に怒り出し、アゼーマビメもアルサーチェも愕然とする。しかし、それを押し切ってセミラーアミデがオロエに対し結婚式の支度をするように命じた瞬間、雷が鳴り響き中から2の王の亡霊が現れる。亡霊に対して震えるしかない一同。2の王の亡霊は、 アルサーチェに対し、王位を継ぐ前に自分を殺した敵を撃たなければならないという。そして自分をお供にとせがむセミラミーデに対しては、自分が願う時まで待てと止める。アルサーチェは、2位の王の敵は、誰なのかを亡霊に問うが、亡霊は何も言わずに去っていく。その保軍衆はパニックに陥る。第一話舞台は、セミラーミーデの部屋。アスツールはセミラーミーデに対し、 自分に対してに何も報いくれていないことをののしる。しかしそれに対してセミラーミデは発言を撤回しないと述べたためにアッスールはセミラーミデに対し共謀して15年前の2位の王の暗殺に関わったという過去の事実を持ち出し同活をかける。同活におののくセミラーミデ。しかし王宮から祝典の音楽が聞こえてくるとセミラーミデは自信を取り戻し、 アルサーチェとの結婚に希望を持ち、他方のアススールは、破れかぶれになって、アルサーチェを倒すと宣言して部屋を出る。第二話その頃神殿の中では、オロウェイ家神官一同が、アルサーチェの入場を厳粛に待っていた。そして神殿に現れたアルサーチェに対し、オロウェイはアルサーチェこそがニーの王の息子王子ニーニャであることを明かし、ニーの王の遺言書を、アルサーチェに見せる。そこには、 王子ニーニャに対して暗殺の実行犯であるアッスール及びセミラーミデを殺すようにと書かれていた。それを見たアルサーチェは自分の母親が自分の父親を殺したという残酷な事実に驚愕するが新官たちの励ましにより2位の王の封建を譲り受けてアッスールへの復讐を誓う。第3話同じ頃セミラーミデの部屋の前ではアゼーマビメが 愛するアルサーチェを自分から引き裂いたセミラーミデの決定に不満をこぼしていた。それをたまたま通りかかったイドレーノが危機驚愕するも、なお自分への求愛を求め続ける。第4話そして再び舞台はセミラーミデの部屋。アルサーチェがセミラーミデに対してよそよそしい態度をとっていることを不審に思い、アルサーチェからその理由を聞き出そうとするが、アルサーチェはそれをためらう。 しかしセミラーミデが、なおも問いただすので、仕方なく、2位の王の遺言書をセミラーミデに見せつける。遺言書の中身を見て、セミラーミデは、アルサーチェが行方不明であった自分の息子だったことを知り、自分を殺して、2位の王の敵を取れとせがむ。しかし、アルサーチェにはセミラーミデを殺す気持ちはなく、母子の和解の喜びを歌った後、アスールを撃つために、2位の王の霊廟に向かう。 第五波同じ頃ニ位の王の霊廟の入り口で、アッスールはアルサーチェを亡き者にしようと考えるが、そこへ現れたアッスール側の大使たちから、オロウェーが民衆に対してニ位の王暗殺の一部始終を公開し、アッスールの王位継承の可能性はなくなったことを告げられる。それでもアルサーチェ殺害にこだわるアッスールはニーの王の霊廟に向かうが、 自分が暗殺したニ位の王の亡霊の幻覚に襲われる。大使たちは発狂する、アッスールを正気に帰らせ、アッスールもアルサーチェ殺害に燃え霊病の中に入る。第6話最後は、ニ位の王の霊病の中。まずは、オローエへ率いる神官及び兵士たちに守られながら、アルサーチェが霊病に入り、次にアッスール、最後に、セミラーミデが続く。セミラーミデは、 二位の王の棺の前でアルサーチェの無事を祈る。その声を聞いたアルサーチェとアススールは驚愕し、お互いに、明かりのない霊廟の中で敵をめがけて、手探りを繰り返す。そこに、オロエの合図が入り、アルサーチェが夢中で、宝剣を振りかざした後に、オロエと神官たち及び兵士たちが明かりを持って、霊廟に突入。アルサーチェこそが行方不明の王子ニーニャであることを、宣言する。 アルサーチェの蘇生を知った、アッスールは悔しがるが、アルサーチェが殺した相手を見て狂気する。なんとアルサーチェが殺した相手とは、アッスールではなく、自分の母親であるセミラーミデだったのだ。アルサーチェは、この残酷な事実を、兵士に連行されてゆく、アッスールから言い渡されて、自殺を図るが、オロエや神官たちに引き止められ、霊病を出る。そして霊国にも、霊廟の外では、 アルサーチェを信号として歓迎する、事情も知らない民衆たちの陽気な合唱が、響き渡るのであった。r e c o r d i n g s o n o p e r a d i s dash o p e r a dash d i s c o g r a p h はイトット o r g, UK ハットウィリアムアッシュブルック1994セミラミでギオアチのロッシーニザオペラクオタリー11 ピアニッシモ、151から153、ティム・アシュリー2013、ロッシーに、セミラミで、レビュー、ザ・ガーディアン、7・オーガスト2013。ありがとうございます。